った状態ですね。まだトランプは何もなかったですね。ではよくご覧ください。ワン、ツー、スリー、見えますか。なんとこちらが選んだ1枚だけ。ありがとうございます。しっかり握っておいてください。誰にも見せないでください。お前やってください。残りはこれを置いておきます。わかりました。手の中には10円玉が入っていると思います。あ、ちょっと待ってください。今日調子いいんですよ。調子いいですけど、はい、今日単独ライブですからね。調子いいですね。あ、もっと細部まで読み取ることができました。多分昭和52年の10円玉だと思います。そこまでわかります。そしてちょっと振ります。するとですね、あ、映像がちょっと今ついてないですね。なんか出てきますよね。あ、星ね。そうですか。同じ色で同じ数字のカードを一瞬で抜き出したいと思います。ではいきます。この2枚のカードだと思います。これ当たってたらすごいですよね。じゃあちょっと見せていきますか。せーの、はい。わかりやすかったですね。で、多分赤だと思いますね。で、辻さんが黄色、はい、赤と黄色、見せてください。赤、おそらく力を感じるのは右手の方だと思います。ちょっと右手の方開けてみてください。当たりました。ありがとうございます。実はですね、この当たることっていうのはもう最初から分かりきってたんですよ。さっき年米は米前が右手になるっていうのはですね、ごめんなさい、実は分かってたんですね。ちょっとライター使います。血液ないです。そうそうそう。嬉しい時があって、ずっと握ってましたから、すり替えも何も行われてないですね。嬉しい時は炙ります。そうすると、メッセージが出てきます。あ、右手。あ、右手が見えますか。右。